おはようございます。西澤かなです。ワンちゃんの栄養バランスを考えたご飯を作る仕事をしています。朝起きて軽くストレッチをしてから朝ごはんを作ります。私の朝のこだわりは栄養バランスを考えた朝ごはんを作ること。新鮮な野菜で食物繊維やカリウムを意識的に摂るようにしています。朝は夫と一緒にたくさん野菜を食べています。朝にすっきり爽やかな味わいのドレッシングでサラダを食べると一日を頑張る活力が出て気持ちもリフレッシュしますね。今日も一日元気に始められそうです。